かっこいい夫が大好きな健康法を紹介。お母さんもね、あの日本語よく分からなくてよかった本当に。今回は美味しい。味合いますね。オレンジとメカジキ。はあ。特裁結婚家庭のビバ健康法。天白スポーツセンターにやってきました。今日はここで待ち合わせなんです。一体どんな方がね来るんでしょうか。楽しみです。こんにちは。こんにちは。奥様、はい、いらっしゃいますか。はい。どうして今日はここで待ち合わせなんですか。秘密があるんです。秘密がある。もしかすると旦那さんは、ええ、マッチョ。その通りです。外国人のご主人はなんとマッチョマン。早速会いに行きましょう。旦那さんは昔からマッチョだったんですか。はい、いえいえ、昔はあの結婚した当初はデブでしたね。デブ。はい。2ヶ月で10キロ痩せたんですよ。2ヶ月で10キロ痩せた。なんとダイエットでマッチョな体になった外国人夫。ご主人は芸能人に例えると顔はトム・クルーズで有名かな。近所では近所ではトム・クルーズで有名、はい、トム・クルーズといえば間もなく公開の宇宙戦争でも主役をこなす世界的な有名人。そんなトムに似ているご主人でも本当に似ているの。その期待しててください。お奥様がこれほどの自信を持っていらっしゃる旦那さんとは。いよいよ10キロのダイエットに成功したマッチョなトム・クルーズ似のご主人にご対面。ご主人はトレーニングルームの中にいるというんですが。お奥さん、あれですか。そうです。あの方ですか。そうです。恍惚としたあの表情。いい男でしょ。遠くて確認できず。旦那さんですか。そうです。ご主人のニックさん、奥さんにはトム・クルーズに見えてしまうんです。これで2ヶ月で10キロですよ。そうです。2ヶ月で10キロ。うわぁ、汗が吹き出してますね。やりたい。なんかあの、私誘われてますよ。格好も試されてますね、なんかね、はい、このぐらい。あ、このぐらい多分、もうちょっと。旦那さん、このぐらい。もうちょっとかな。ちょっと待ってください。もうちょっと、今なら。うわっ、もうちょっと。うわっ。ああ、ももパンパン。そうですね。2ヶ月のトレーニングと食事制限で10キロのダイエットに成功。なかなかできない偉業を成し遂げたのです。前のショーツはこの感じね。ああ、見せなくていいね、見せなくていいね。ところで、ニックさんの母国は。あ、私はアメリカのフロリダです。アメリカのフロリダ出身。う、うん、ニックさんの母国はアメリカ合衆国フロリダ州。なんと州知事はアメリカ大統領ジョージ・ブッシュの弟。観光にも力を入れた場所で、ディズニーワールドやケネディ宇宙センター、ユニバーサルスタジオなど日本人にも馴染みが深いんです。さらにマイアミは高級リゾートとしても知られています。特産物はオレンジやグレープフルーツなどの柑橘系果物が世界的にも有名。さて、アメリカフロリダ州の健康料理はどんなものなんでしょうか。早速ニックさんのご自宅へお邪魔することに。ここ、おわー、奥さん3人のお子さんなんですね。子だくさんです。いや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 、かわいいな。子だくさんになるきっかけは2人の共通の友人が開いたパーティー。それから2人の愛は高まり、1999年に結婚。年子で3人の子供を授かったのです。現在ニックさんは英語の講師、奥さんは会社員で共働きで子供たちを育てています。私のお母さん。Hello children, come on! お母さん、こんにちは。ニックさんのお母さんは年に1回観光も兼ねて息子に会いに来るとのこと。そこで、
日本のお嫁さんはどうですか？ She is wonderful. Wonderful! お母さんも国際結婚なんです。お母さんもともとドイツ人なので。あ、そうなんですか。はあ、これは驚き。親子2世代にわたって国際結婚とは、はあ、だから非常に理解はあるということですか。オフォレスムージー。オーイエー。ニックさんが出してくれたのはヘルシードリンク、フロリダサンシャインシェイク。オレンジジュース、グレープフルーツジュースとヨーグルトをシェイクした飲み物。うん、うん、おいしいですね。おいしい。この酸味っていうのは何ですか？そのグレープフルーツジュースと、あとヨーグルト。あ、なるほど。それもあったんです。酸っぱい。ドリンクの材料はこちら。作り方はとっても簡単です。すべてをミキサーに入れて混ぜるだけ。甘さを抑えたとても爽やかでヘルシーなドリンクができます。料理も、飲み物作るのも上手だと。はあ、お料理もご主人が作られるんですか？はい、毎日です。うちは毎日もう大体ね。奥さんは何やってらっしゃるんですか？王様です。王様、女王様ですか？はい、いました、ここに女王様が。お母さんがね、あの日本語よく分からなくてよかった、本当に。この会話ニックさんの方が先に家に帰ることが多く、いつの間にか食事を作る担当はご主人の仕事になったのだとか。羨ましいでしょ。あれ、開き直りましたね、奥さんね。あの、そんなニックさんを見て、奥さんは点数どのぐらいつけるんですか？200点。200点。これ以上ないぐらい。幸せな結婚されてますね、奥様。いないですよ、こんな夫。奥さんに優しいニックさんにアメリカ・フロリダ州の健康料理を作っていただきました。メカジキソテーのオレンジソース。醤油とオレンジに漬け込んだメカジキを照り焼き風に焼き上げました。ソースは漬け汁を煮詰めるだけ、たっぷりかけていただきます。付け合わせにオレンジ風味のちょっと酸っぱいキャベツを添えてみました。美味しい。味合いますね。オレンジとメカジキ、どういう味付けになるのかなと思ったら、意外や意外、合いますね。なんか照り焼きの中に、柑橘系の香りがして非常に美味しくいただくことができますね。やっぱりね、見ての通り奥さんが働いてたら家事も育児も全て半々っていうのがやっぱり頭にあるので、そういうのはすごく助かってるなって。日本人はやっぱりどうしても奥さんが全てやって当たり前っていうじゃないですか。ドキドキ、あえて言いましょう、はい、うちもその通りです。はい、そうそう、だからね、それは良かったなって。子供もやっぱりそれをね、見て育ってるので、そういういい旦那さんになってくれるんじゃないかなって。メカジキソテーのオレンジソース、本当に健康に良いのか徹底分析。栄養学の権威、大野先生にお話を伺いました。この音、ずいぶん甘口で食べやすいですね。これは高タンパク、タンパク質が多くて、そして低脂肪、脂肪が少ないんですね。だから非常にヘルシーな魚なんですね。ドコサヘキサイン酸というとても素敵なね、油が含まれてるんです。これはね、脳神経を活発にします。それから老化の予防します。さらにビタミン E が酸化を抑制し、がん、動脈硬化を予防してくれます。しかもオレンジのビタミン C がビタミン E を助ける働きがあるのです。栄養学的にもメカジキとオレンジの組み合わせは健康な体作りに最適です。メカジキソテーのオレンジソース、作り方のポイントは、
オレンジジュース、蜂蜜、醤油などで漬け汁を作り、しっかり1時間メカジキを漬け込むこと。あとは漬け込んだメカジキを焼くだけです。ソースはメカジキのエキスが染み出た漬け汁を煮詰めて出来上がり。皆さんお試しください。ここでニクさんから星アナにもっと健康になるために提案があるというのです。あるところに行きたいと思うんですよ。その場所っていうのはニックさん役、心もそして体も健康になる場所なんですよ。さあ、健康番組らしからぬ場所にやってまいりました。ネオン街です。そう、名古屋は栄、錦のど真ん中ですね。お二人ともね、ドレスアップ。目指す場所はですね、この2階にあるということで、さあ行きましょうか。 OK、 レッツゴー。そうです、ここはディスコです。今日はこの場所をですね、お二人のために貸し切りました。ニックさん、どうしてここが健康になれる場所なんでしょう。ああ、そうね、まあ、あのダンスね、心と体はすごくいいですね。体と心のリフレッシュしますね。なるほど、やっぱり体心のリフレッシュ、そこに奥様がいらっしゃるっていうのはさらにリフレッシュ倍増ですよね。そう、あ、さあ参りましょうか、うん、カモンミュージックスタート。ニックさんの健康法は夫婦で仲良くダンスを楽しむこと。奥さんと一緒に汗をかけば心も体もリフレッシュ。皆さんもディスコで健康のためにヤングのようにフィーバーしてみてはいかがですか。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは。こんばんは。一瞬スタジオが映ってしまってドキッと勇み足してしまうところでしたが、いやでもあの大野先生のね、華麗なるステップを披露できなかったっていうのがちょっと心苦しいところなんですけれども、はい、大野先生もね、以前はダンスホールでかなり腕を鳴らされたっていうことでしたからね、はい、健康的にいるにはね、やっぱり運動も大事ですからね、はい、そうです。高田さん、やってますか。運動してますよ。あのスポーツジムに通って、はい、モリモリと。でも今回はニックさんが言われてたのはダンス。ダンスの方がいいかな。ダンスはダメですね。ダメですか。はい、リズム感が。岡山さん、私もちょっと苦手ですけど、ああいう風にノリの、はい、いい音楽で踊ってみたいですね。そうですね。今度行きましょうかね、一緒にね。さて、まあ、今回ね、あのオレンジというものが出てきたわけなんですけれども、そのオレンジを紹介する上で外せないものがこちらなんです。かわいい。何やらね、こういうかわいいものが出てきたわけなんですが、これはですね、フロリダオレンジバードといいまして、1970年代フロリダのディズニーワールドのスポンサーだったフロリダオレンジ協会がウォルト・ディズニー社に依頼して生まれたというキャラクターなんですね。ディズニーのキャラクターということですね。そうなんですよ、はい、かわいらしい限り、この手がね、あ、まあ、手というかあの羽がね、葉っぱになっていたのでね、はいはい、この他にもあのキーホルダーであったり、あとはストラップであったり、ぬいぐるみなども売られているということで、さまざまな、ね、気分に合わせて使い分けることができるとは思うんですが、はい、これディズニーキャラクター好きの方にとってはこれは外せないレアな代物だと思いますけれどもね、はい、はい、いかがでしょうか、はい、このコーナーでは国際結婚されたご夫婦を募集しています、はい、お店では食べられないご家庭の健康食を教えてください。